かつての江戸時代の日本に徳川将軍家を震撼させる噂が渦巻いていた。それは妖刀村正として知られる刀にまつわる不気味な伝説の話。この呪われた刀は徳川家康の祖父や父、さらに家康自身にさえ災厄をもたらしたとされ、その凶刀が村正であったと言われている。江戸時代になり、この恐怖は町中に広がり、やがて村正の刀を所持するとたたりがあるという噂へと変貌した。また村正は血に飢えた刀で持ち主の人格を奪うなどの噂も広まった。そうして妖刀村正の伝説はただの噂から都市伝説へと昇華し、時を超えて語り継がれるようになるのである。こんにちは、素人歴史研究家ルファです。ネーボです。今日はあの江戸時代300年を築いた徳川家康が最も恐れた刀、妖刀村正について動画にしてみようと思います。ネーボは妖刀村正を知っていますか？もちろん知ってますよ。妖刀村正っていうのは料理をする時に使うとどんな食材も一瞬で切れちゃう包丁なんですよね。しかもどんな食材も美味しく調理できる優れもの。短時間で美味しい料理ができるので、眠くて起きれなくて朝食が遅れがちな寝ぼすけな私を助けてくれるスーパーアイテムなんです。ルファさん、ぜひともすぐに買ってください。買えないですし、そんな便利アイテムではないですよ。じゃあ妖刀村正って何なんですか？めちゃめちゃ恐ろしい妖刀ですよ。その妖刀のせいで徳川家康はすごいひどい目に遭ってるんです。戦国時代を終わらせて平和な江戸時代を築いたあの怖いもの知らずの家康さんが？それは興味深いですね。そうなんです。家康が村正によって受けた被害は1回や2回ではないんですよ。というわけで今回はそんな家康を怯えさせた妖刀村正とは一体何だったのかについて動画にしてみましょう。このチャンネルでは素人歴史研究家が歴史の謎や文化や伝承を動画にしているチャンネルです。素人なので史実をお伝えするというよりエンタメ感覚で見ていただけると嬉しいです。歴史に興味を持つきっかけになってくれればなと思います。またこの動画が面白かったらチャンネル登録、いいねボタン、通知ボタンお願いいたします。コメントもいただけると嬉しいです。もしよかったらブログや TwitterX のフォローもお願いします。いつも皆様の反応に力をもらっております。まずは村正がどんな刀なのか、その概要を解説していきます。これは調べる価値ありそうですね。妖刀村正とは現在の三重県桑名市という地で村正という刀工がいました。その男が打った刀こそ村正の始まりだったのです。彼は千五派という刀工の流派の創始者であり、その名跡は6代以上にわたって続きました。村正は1501年頃から1521年頃、室町時代に活躍した右衛門の城村正と、1521年頃から1555年頃に活躍した藤原の阿孫村正という2人の名工によって最も著名になりました。この名跡は少なくとも1668年まで存在し続けたとされています。村正の刀はその圧倒的な切れ味で知られ、伊勢に近い三河の武士たちや多くの大名たちにも愛用されました。戦場でその価値を発揮する実戦刀として他の名刀と並び称される存在だったのです。また村正の刀は美術品としても高く評価され、室町戦国時代の芸術を代表する作品とされていました。彼の作品は刀鍛冶の伝統技法に独自の工夫を加え、村正刃と呼ばれる独特の刃文を生み出しました。江戸時代に入ると村正は妖刀という風評を受けるようになり、その噂は歌舞伎や浮世絵などの創作物で題材とされ、さらに広まりました。それでも西郷隆盛のような志士に愛用され、倒幕運動の象徴となりました。村正の刀はただの武器ではなく、歴史の中で生き続ける芸術品であり、伝説の存在となったのです。時代を超えて人々を魅了し続ける村正の刀は日本刀の中でも特別な位置を占めているのです。眠くなってきちゃった。へえ、裏正っていう刀は一本の刀のことではなかったんですね。そうですね。村正というのはいわばブランドみたいなもので、村正というブランドを引き継いだ刀匠たちが打った刀は全て村正なんですよ。でも今のところすごい切れ味のいい刀っていう印象しかないんですが、なんで妖刀なんて言われているんですか？それはオープニングでもお話ししましたが、あの天下の徳川家康に不幸をもたらしたというエピソードがたくさんあるからなんですよ。次は徳川家康と妖刀村正についての関係をお話ししていきましょう。徳川家康と妖刀村正。昔、江戸時代の日本には一つの伝説がささやかれていました。それは妖刀村正という名の刀にまつわる話です。この妖刀伝説は特に徳川家康とその家族に関わる数々の出来事と結びついていました。まず、家康の祖父松平清康が家臣の裏切りによって命を落とした際に使われた刀が村正でした。また父広忠が命を失った際に使用された脇差しも村正だったと言われています。そして家康自身が若き日に村正の小刀で手を負傷したという話。さらに家康の正室築山殿と長男信康が織田信長に命を絶たれた際に用いられた介錯刀も村正だったと伝えられています。それだけではありません。天下を統一を果たした最後の戦い、大坂夏の陣において日本一の強者と称された真田幸村こと真田信繁が劣勢の中、家康本陣に乗り込み、家康めがけて放った刀が村正だったという話もあります。こうした不幸な事件が重なることで、村正は徳川家にとって不吉な存在とされ、持つ者は家康に対する忠誠心が疑われるようになりました。村正の刀を持つことは徳川家に対する反逆とみなされ、町中でその刀を刺す者はいなくなりました。多くの者が村正の名を恐れ、名を消し去り、他の名を偽装しました。こうして妖刀村正伝説はただの噂から都市伝説へと変わり、時代を超えて語り継がれることとなったのです。これは調べる価値ありそうですね。それは何やら不思議な力を感じますね。本当に妖気が込められた妖刀だったのかもしれないですね。でもそんな刃物で作った料理も食べてみたいような、怖いような。いや絶対怖いでしょ。でもこういった話はあくまで伝説なんですよ。実際には徳川の出身地の三河と村正の本拠地である伊勢は地理的にも近く、三河武士が村正を使用することは決して珍しいことではないんです。そのため清康や広忠が村正の刀で命を落としたということは、ある意味では偶然とも言える出来事だったんです。なるほど。村正の刀が作られている場所が三河と近かったら、そりゃ三河武士が村正を持つ確率は高くなりますよね。そうそう。それに刀コレクターだった家康が質のいい村正の刀を独占するために、わざわざ悪い噂を流して村正の刀を没収したなんて話もあるくらいですからね。私を苦しめた刀を持ってるなんて言語道断、没収だって言ってちゃっかり集めてたっていうわけですね。まあそれも真実かは分かりませんが、何にせよこうして妖刀村正と家康の間に何かがあったことは間違いないですよね。そんな村正ですが、世の中に妖刀として認知される大きな要因は江戸時代の歌舞伎にあったと言われています。家康がコレクションしたくて村正を没収したのか、本当に恐れて村正を持つことを禁じたのか、真意は分かりませんが、世の中に村正が出回らなくなったため、そこから派生した妖刀村正の歌舞伎の物語が江戸時代に大ヒットしちゃうんです。それで村正の妖刀伝説が一般人まで浸透していくんですね。それはどんなお話なんですか？妖刀村正の歌舞伎の内容は結構面白いんですよ。有名なのは「駕籠鶴瓶」や八幡祭り、読み屋のにぎわいなんて演目もあるんです。温厚な人が妖刀に取りつかれて人をどんどん切ってしまうという恐ろしい話です。それは恐ろしいです。いかがでしたでしょうか。もともとはよく切れる刀として有名だった村正でしたが、徳川家康との関わりの中でなぜか妖刀にされてしまう不思議なお話でした。でも妖刀村正に限らずですが、時代の流れで本来の意味と違って後世に伝わっていくっていうのはなんだか面白いですよね。そうですね。現代でもそういった本来の意味とは違った形で世の中に広まってしまう噂も多いのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。また TwitterX やブログのフォローなどもお願いします。それではまた次回の歴史トークでお会いしましょう。